寄ってこないんですよ。だなと思ったんですけど、誰か寄ってくれるような統率力のある人いねえかなと思ってたんですけども、多分そこはこう声をかけて寄ってくるっていう感覚じゃなくて、こう向かい合う行き合いこうかもそうなんですけども、自然とこう何かをやってくると自然とこう人がこう、あ、なんかやってるなっていうことで、多分徐々にそこから輪が広がることだと思うんですよ。そうですか。まず声をかけるよりも、みんな楽しく、はい、ワイワイと。現在ある少ない人数でも全然少ない人数とか多い人数何も関係ないもん、関係ないですか。うん、で多分気になってる人は先ほども言いましたけど、ね、いっぱいいるので、でやっていくことによって徐々に、ね、こうやって人が広まってくると思うので、そういう形でやっていればいいかもしれないですね。本当にこうちょっとこうしたことをやってこう発信するともう突き刺さってっていうか、もう興味ある人いっぱいいると思いますよ、ね、すぐにでも行きたい感じでしょ、はい、そうだと思いますよ。それはもういろんな情報を張り巡らせて行きたいなって思う、何かないかなと。まあ、その辺だと17ミの今客会員ですけど、埼玉県からその会員になりたいって会社を収めでね、そのスティクシーだのって言ったら、とは出しに進出でだから進出で編みで、こういうあれがスティクシーだからぜひとも入って、そういうふうなことを聞くと、やはりこのビール不安図だから鉄道不安が全国に散らばっているのかなというふうなものを感じて、そういうふうな発信というか、そういうふうなのは60代以上の人までだと発信できないんですよ。そのいうの若が言ったような、今のあれさついていけるような人を会員にしたいなと思っているんですけども、なかなか密のところがあり、ところが現状です。一緒にね、あの例えばどこかでこう働きかけてどうしようこうしようじゃなくて、もう田中さんたちも若い人たちでやろうっていう、なぜやろうとなるか、その辺はまあヒントあるんですか、ね、田中さんが、まあ、そうです、やりたいからじゃあ何でやりたいからって言った時にはやっぱりあると思うんですね。なんかあるでしょう、うん、ね、やっぱりそれはあのもう新幹線のみなりでね。やっぱりいろんなのこう活動したり、いろんなことやってきて、いろんな人を覚えたりやってることによって、自然とこうね、喋ってくださいね。あれですよ、それ。なんでしょうね。きついなと思ってやってれば、周りの人も、なんですかね。そこに入りたいとは思わないですよね。皆さんがいかにこう、まあ、バカ金をこう楽しんでやるかっていう、そうすると自然に、まあ、集まって、まあ、大変ですよね。その人の中のこう団体でそう、ね、人集まって、みんなそれぞれいろいろ楽しんでる方で、まあ、その活動を続けるっていうのは大変なことなんですけども、でもまあ大変だ大変だ、辛いって言ってて、もう何も始まらないっていうか、そういう点でいくと、南部住環レールバス愛国家の皆さんとかも多分最初非常に辛い立場から始まってるんだけども、結構今楽しんでやってるんですか、そういう感触とかないですか。自分たちが楽しんでやるっていうのももちろん続けていくのは必要ですし、あとはシンプルで売れない感覚からすると、なかなか分かりにくい感覚があるかもしれないですけどね。いろいろ活動やっていくと、まあ、携わる人々が多くなって、いろんなとこから声かけられるようになってくると、だんだんこう方向性がこうやってる自分たちが分からなくなってしまって、こうなくなってしまうって結構どの活動でも多いと思うので、こう本当にシンプルで売れないので。よく私も南部中華のレールバス愛好家の皆さんと話してるけどさ、本当にバカなことを真面目に楽しくやってるもんよ、本当にね。本当に楽しそうにいつもいじってるんですよね。そういう感覚を今のですか、田中さんが
社会きついなというんですか、私もこの前からとかよく見ないんですが、例えばよく言うでしょ、あの駅の当番の時に掃除しなさいとかトイレとかいろんなのやつ屋根下でやるっていうのは、それをきついとか強制とか義務感じゃなくて、全て楽しみ、ああ俺は掃除できるというか知ってもらえるというか、あの楽しんでやってるというかね、 俺は気にしてるぞとかね、そういう感覚を持つ、その大変じゃなくて、ね、楽しみに帰れるような気持ちに持っていければ、やはりあのかなり維持してくれるバスさんもね、今言ったようにきついと思ってないと思いますよ、うん、もう楽しくてね、逆に言うともう触らせたくないくらいの、ね、ちょっと変な、いや本当に、ね、それが楽しみに持ってると思います、そこをそういう持ち方だと思います。だから本当に何でも、いや俺は今日当番で行ってるうちの駅当番で今日俺は掃除やってるけども、あいつは今日どっかに行ってるだろうと思うかもしれないけども、俺はむしろここやれるんだぞと喜ぶような気持ちに持っていければ何も苦じゃないし、楽しいし、もうそういう義務感強制感とかそういうことはなし、全て楽しめる。そうなるとね、きついじゃあと思えば終わりだもんね、楽しいというか、まあ、ちょっと変だと言うかもしれないけど、どう思います？いつの間にかぶったんですか？やっぱりかぶりたいんですそこも真面目にやってくるんだせっかくなので、まあ、ちょっと今まだ内部だけの話になってしまったんですけども、せっかくなのでこういうふうないろんな団体があるので、俺だったらこういうやり方あるよとか、こういう進め方いいんじゃないのみたいなのをできればアドバイスをちょっともらいたいなと思うんですけども、じゃあ私から、はい、私だとこう東鉄の700駅を開放したいと思いますね。あそこを開放して、出入りできるようにして、まあもし予算に余裕があるんでしたら、あそこになんかお土産を置いて、トイレもきれいにしておいて、ちょっと寄ってみて一息つきたいなというのがあるといいと思います。その通りだと思います。私もそう思ってました。だからあそこも場所分かりづらいんで、簡単なこう行けばたどり着けますよっていうような道案内があるといいと思います。道案内、まあ、車で来ていく人の道案内とか、あとバスでしか行けない人だったらバス、どれに乗れば行けますよとか、そういうのがあれば行きやすいと思うし、ちょっと寄ってみようかなという人も出てくると思います。やればいいやろうとしてもなんでしょうね、やっていいじゃないですか。なんか活動が本に出しないんじゃないですか。ここでまずやればいいんですか。だからもう待ち合い室というか、フィクションの中でもパネル展示して、そのパネル展示の写真なんかもこう定期的になんかこう変えておくような感じで、何回も進めば、まあ、3ヶ月1分くらいちょっと行ってみようかなという人もいるかもしれませんし、そうだと思います。次に一つでも借りたりなんかするしたり、そこの中に入るようなダメージの中にそういうのが出るまでいけないんですよ。この辺がまた難しいですね。そう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 、それと、まあ、いやー僕だけの話だけ話ですけども、電車とかそういうのもなんか自分の、土地であり、それから自分の財産でありながらも、国の補助をいただいているために、自由ではできないと、さらっと話しているんですけど、その日の、まあ、それが審査して、完全に土地さんの会社のものだって、すべてがそうだとなれば、また話が違うんですけども、先ほどもそういったものが。スカズさんあれではわからないけどもね、その日でこう繋がっているようなところがあるんですよ。難しいですよね。そう見ないつながね。そこは最初から悪い意味ではないんですけど、高すぎる目標をやってしまうと、そこに一気に行こうとすると、そこに無理が生じて楽しめなくなってしまうんですけど、まず自分たちの足元からできるというのが、ちょっと段階踏んで、まずさっき言った楽しんでやるっていうのが、まず僕たちはやりたいなという方向性を持ってますね。多分ね、地元からはそういうふうなやり方もあります。借りれなくたって、今言ったね、案内は勝手に作ってやるけどさ、
来ればね、外にこう写真やっておくなり、何かしらやるよ。まあ、今は現在で電化みたいな段階ではやはり当日の要は軽いなら、なんなら進まなければならないとかなんか不良のシステムがあまりバックラウンドの立ち回りで進んでいいのかどうかについて、まあ予算が今いる2つに1万7千円よりありましてその予算内でどうして看板立てたりするのあるいは草刈りでするのをやったらいいかなというふうなところも考えていてもしこのような今日来たりするのでスポンサーとなってくれると、まあ、10万円も出してもいいという人があれば考えます。今のはなかったことにしてください別に看板だけ配布しないで自分たちで作ればいい。ああ、そうかじゃん。そういう考え方じゃない。自分たちでまずやるっていうのがやることによって、いやその辺からぼっきりやってね、その木を作る子やしをこう作ったりすると、そこにいた人が集まって話しながら、だん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 と、そういう形で、お金がないとできないっていう考え方で、はい。だって我々だって何も金ないんです。ないとだって楽しめるし。うんもう本当にこの駅舎この電気代をまあ免除してくれるだけでも本当にやっていけるだからやっぱりないというよりもやっぱりそういう考え方というのもそういうような形に持っていけるみんなとにかくああそれじゃやってみるねってやってずに話してるうちにだんだんと盛り上がっていくよっていうような。いや、大変貴重な意見です。発想の転換を明日から買います。それこそだけど思いはあるっていうことだけはまず理解してほしいなと思ってるんで、それに対してどんどんみんなでこう、ね、意見とかアドバイスやってやっていきたいなと思って、まずじゃあ向かい愛好会の入ってみようか入ります。一面違いになりました。ちゃんとうちの取り組みをしっかりと申し込み用紙もらっていきます。うちの方はちゃんと勉強してもらって何回か来て、ね、取り組みをこうしっかりとこう認識してやってから斉藤さん、はい、ここへ入ってここのメンバーをおそっと取り組んでやり方を一回おそわってしまったら、うん、まだ返せばいいんだよね。おまさんが中心になって執着に回りからでさっき、中村海藤さんが楽しめばいいんですよ。制限の面だったら必ず自己犠牲、この自己犠牲の部分は外れては通れない。苦しい部分っていっぱいある。私もいろいろと会話作る。継続していくのでだいぶ苦しむ。けどもそれは苦しいって皆さんに言っちゃうと入ってくる人はいないんです。だから自分の苦しみがぐっと下の方に隠しておいて、上の方に上げてもいいんです。そっち側に置いておいてもいいんです。でそれをやって自分が気にしていかないと、そういう仲間を引くそしたら、ね、中村さんが今言ったみたいに何やってるんだろうっていうような必ずいるんだそういった感じで最初から何もうまくいかないんです。ただ行政の壁っていうのもありますから、この部分をどうやってで私いつも思うのが役場の職員とか、あとなんていうんですか、農協の職員とか、ほとんど当てになりませんから。申し訳ありません。本当に、私も何回も掛け合いましたけど、職員は当てになりません。直接、町長行った方がいいです。一番の町のところに行った方が、人たちが一番の主人。まず私たちの感覚で、無理だろうという偉い人たちは、普通に聞いてくれます。逆に職員の人たちは上がりません。それは、どこに先生、私は一般論で聞いてください。一般論で、私はその全く逆なんですよ。非常にいいですか役場とかどうのこうのじゃなくて、そういう、たまたまそのいろいろやってくれる人が役場の人だったり、どっかの人だったり、観光庁関係、またいろんな方々。で、私自身はもうその、トップに行く方法は取らないんです。一番下でみんなに対して悲しんでいった中で徐々にこういく。
私はありとあらゆる方法をとって、この部分を、それこそ田中さんが言いましたけど、2回、3回じゃなくて、20回、30回、50回、100回折れたんです。そのたびに、父の病院に直したわけではないんですけど、個人病院に直したんです、気持ちよく。で、一番、自分で分かったのが、ちょっと特に話してみようかなと思いました。意外とすんなり、なぜ早く来なかったのかって言われました。こういう考えがあるんだったら、なんでそういうのもないです。だから下から行くのもいいですけども、その時はその時のやり方ってやりますので、仲間いっぱいいるんですよ。ただ方法もわからないし、集い方も知らない。要ははっきり遊び方も知らなければ、どうやってやっていくのかってもわからない。おもちゃを作り方もわからなければ、遊び方はわかるけども、それをどうやって維持していくのかってもわからない。それはちょっとずつじゃあ教えましょうか、教えましょうかっていうことが、結論だと思います。そこもこういろんな人が関わっているからこそできるということで、結局一番根底になるのは好きでなきゃできないと思うんですか、それを義務化しちゃえば苦しいですし、ただ自由なんだけども、それはきちんとしたモラルがあって道徳があっての自由です。何やってもいいんだよっていう自由ではなくて、でも目的は一つ、みんなここに集まってる人たちが好きなんだよ、オタクであろうが、専門家であろうが、この間かじりましたっていうんであろうが、みんな好きなんだっていう、ここへ集まってる人、何を言おうが、お仕事食べようが、最後に行こうが、それに便乗しようが、けどもやっぱりここが好きなんだ、こういう場所を、本当に好きなんだよ。で、皆さんもそれに至ってここに集まっていって。だから、結構いろんな施設はあるんです。そういう施設がいいになって、皆さんそれぞれ行けば思っているんです。それ一つ動かそうと思うと、行政の力がいつも反対しない。こちらは13時25分、13時50分。だから、そしたら両方の声ができるので、じわじわと声ができるので、じゃあそういうふうに参考にしてしたいと思いますので、耳に入ってらねえちゃう知ってる方は全然拒まない。逆にそういうふうに私やっていくのが、やっぱりこの地域を見に行く、やっぱりお互いを知り合って、お互いの友情の人間とか共通とかいろんな国はそういうのをやっぱりこういう世界と見せますので、この同じく県内にいる4つの、4つのところで、これはやっぱりこうパッと食べることは、そんなにしょっちゅうなくてもね、年に1回とかね、年に2回もですから、なんかこうみんなでこう一緒にやるようなことがね、こういう方々が集まって、やってみないかっていうのがあると、これはもう市民の方がいいと思う。そういうところでね、一番古いですよね。今回の11月のこのワランドの駅祭りっていう向山だけじゃなくて、それだけのね、こことかでも共有でしょうし、そういったこういい意味での、共有とかも含めて意見交換できるような場所をね、もっといろいろと作っていければなと。それが一番の基本ですからね、人作りとか人のワードを作るのが大きいかと思うので、やっていきたいなと思います。